thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. It won't be long till happiness step up to greet me. Step up は上がる。でも歩み寄るか。なんか近づく、私のことを近づくという意味もある。あゆさんの口から歩み寄るっていう言葉が出ました。私日本語頑張ってるからな。マンマのために。ありがとうございます。はい。ステップアップの2をつけると近づく。なんか誰に。歩み寄るね。幸福は私に近づいてる。Say hi to me とか。はい。Steps up は早くの意味が入ってる。早く近づいて上がるじゃん。だんだんで近づいてだんだん。ちょっと早く進んでるみたいな感じ。幸せが来るのはもう遠くない。はい。いや。そうです。はい。違う？これから。Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free. Raindrops keep falling on my head. Yeah. これはもうわかりましたよ。はい。私の頭に雨が。ピンポンピンポン。But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. ここも describe してる。describe わかるよね。わかってないです。嘘。さっちゃんずっとわかってないから。Here. Yeah. Yeah. My eyes will soon be turning red. 目が赤くなるって5つの可能性ある。1つは眠ね。もう1つは目の病気。あとたくさんアレルギーとかなんか花粉症とかダストとか。もう1つは泣いてる。ここも言ってた。Crying's not for me. っていうことはいっぱいピンポンされても raindrops に私は泣かない。Because 私はハッピーな人だから、私はとっても明るい人だから、私とってもポジティブな人だから、泣くは私に合わないみたいな。はい。ちなみに Red Eye Flight わかる？赤い目飛んでる。飛んでる。Flight じゃなくて Flight。Red Eye Flight はなんかその目が赤くなる Flight なので。夜行便ということです。Red Eye いろんな意味ある。中国でも意味がある。でもそれはあんまり良くない意味ですよね。あ、そうなんですか。なんか目が赤くなる眼紅という言葉があって、嫉妬という意味です。我很眼紅他とかあの人のことを嫉妬してる。こういう感じ。怖いですね。目を赤くして嫉妬してるんですもんね。恨みがある。火がバーニング。でもここは泣くという意味ね。はい、皆さんいかがでしょうか。たまにはやっぱ恋愛じゃないのいいですね。そうですね。でもほら。そうですね。また次回も楽しみにしてください。また何がリクエストとかあるんだったらぜひコメント欄に書いてください。また次回おやすみなさい。バイ。